鋼の錬金術師公の錬金術師、フルメトルアルケミスト公の錬金術師嘆きの丘の聖なる星、鋼の錬金術師嘆きの丘の聖なる星は、2011年7月2日、公開の日本のアニメ映画、荒川博夢の少年漫画、鋼の錬金術師を原作としたアニメーション映画。本作の制作は2010年7月に TV、アニメシリーズ、鋼の錬金術師、 フルメトルアルケミストの放送終了後に発表され、正式なタイトルは同年11月に発表された。鋼の錬金術師は、世界観や各種設定が原作漫画とは根本から異なるアニメ独自のオリジナルシリーズとして2003年にも一度テレビアニメ化されており、その2003年版アニメの完結編として2005年に劇場版校の錬金術師、 シャンバラを行くものが公開された。2009年には前述した、鋼の錬金術師、フルメトルアルケミストのタイトルで、今度は原作に準拠した形で、再アニメ化されたが、本作は、メインスタッフが2003年、2009年の TV シリーズ及び2005年の劇場版とは異なっている。なお、音響監督の三妻正文やプロデューサーの丸山、ヒロなど、 一部のスタッフは、鋼 FA から引き続いて登板しており、声優陣についても、鋼 FA から引き継いでいる。また、2005年の劇場版と同様、TBS が制作委員会に参加している。制作はこれまでのシリーズに引き続きボンズ。配給は2005年版映画と同様、小畜に加え、本作では制作担当のアニプレックスも参加している。 ストーリーは原作の物語の映像化ではなく、その作中の描かれなかった空白の期間に挿入される映画オリジナルの物語となる。原作の流れでいくと、あるが錬成人なしで錬金術を使うことができるようになっていて、なおかつ、ロイとその部下は中央にいる時期と語られており、その時期は原作の第11巻あたりに相当する。解説特別番組。 劇場映画公開記念。鋼の錬金術品劇の丘の聖なる星あなたは、兄弟の絆に涙する SP においては、t v アニメ、鋼 FA で言うと、第21話、愚者の全身あたりに位置する胸が、そこまでの総集編を交えて説明された。本作は、西の国境の街、テーブルシティが、主な舞台のため、原作のキーキャラクターであるホムンクルスたちや リンラ新国人たちは登場しない。ゲストキャラクターのデザイン原案は一部を原作者の荒川が務めているが、ストーリー面には一切関わっておらず、特に事前の注文をつけることもなく、アニメはアニメスタッフに任せるというスタンスでいる。全国90スクリーンという小規模公開でありながら、2011年7月2日から7月3日の初日2日間で、公衆1億4。 5 3万3、500, 33, 800円、動員10万7975人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位という好成績となった。また、ピア初日満足度ランキングでも第3位という高評価を得ている。興行収入6.5億円。また、ゲスト声優として、ブラックマヨネーズ、田中みなみが出演した。 錬金術を使いこなす少年エドワード・エルリックとその弟であるアルフォンス・エルリックは自分たちの過去の過ちから失ってしまったものを取り戻す方法を探しアメストリス国中を旅していたアメストリスの首都であるセントラルシティにある中央刑務所そこにはメルビン・ボイジャーという名の囚人がいた景気終了を間近に控えていながらメルビンは新聞の とある記事を読んだことをきっかけに脱獄する。メルビンの使いこなす、未知の錬金術を目撃したエルリック兄弟は、その錬金術の詳細を知るために彼を追いかけ、西の大国クレタとの国境の街テーブルシティにたどり着いた。かつては、ミロスと呼ばれていたという巨大な崖、デスキャニオンに周囲を覆われたその街で、エルリック兄弟は、ミロスのレジスタンス組織。 クロコウモリに属する一人の少女と出会った。ジュリア・クライトンというその少女の言葉に導かれ、兄弟はその地でかつて起こった惨劇、ミロスの民の過酷な歴史と、先決の星にまつわる伝説について知らされるのだった。先着来場者特典として、本作の序章となるオリジナルエピソード、原作の第45.5話が収録された特別版コミックス。 鋼の錬金術師第11.5巻旅立ちの前にが全国先着50万部限定でプレゼントされた。本作の主な舞台が西の国境テーブルシティということで出演できなかったリンやランファン、ハボックやフュリーなども登場している。また8月6日より指定劇場限定で追加来場者特典として劇場予告編成カットフィルムが 数量限定配布された。公式サイトでオリジナルエピソードを配信。公式サイトでの配信に先立ち、ソフトバンクモバイル、ムービーライフと AU1 映画及びリスモビデオにて先行配信された。本作の解説番組として劇場映画公開記念。鋼の錬金術品劇の丘の聖なる星あなたは、兄弟の絆に涙する SP が、 全国各局で放送された。概要にて前述した、鋼の錬金術師、フルメトルアルケミストの総集編、エドワード役、ボクロビエのインタビュー、本作の序盤にあたる映像などが放送された。キネは順法2012年2月下旬決算特別、号206ページ、アニメディア2011年1月号、パッシュ2011年5月号、 スーパー8が2週連続で首位。夏休みを前にアンパンマンなどのアニメ作品も好調な成績でランクイン。シネマトゥデイ2011年7月6日。偽名。本物のメルビン・ボイジャーは9年前にセントラルへ出稼ぎに行った身寄りのない男で、作中では最後まで消息不明のままであった。AB& エンドロールのクレジットではこちらの表記。ありがとうございます。